2019年に話題となった、老後2000万円問題、を機に、将来安心して暮らすために、貯蓄を意識する人が増えてきているのではないでしょうか。PGF 生命保険が2023年3月に、2023年の還暦人に関する調査、としてインターネットで実施した調査をご紹介します。この調査は、今年、還暦を迎える1963年生まれの男女2000人を対象に行われています。現段階の貯蓄金額、配偶者がいる場合は夫婦2人分を聞いたところ、100万円未満が 25.2% と最も多く、以下、100から300万円未満 13.0%、500から1000万円未満 11.8%、1000から1500万円未満 10.1%、1億円以上 9.7%、3000から5000万円未満、5000万円から1億円未満、等 7.6%、と続き、平均3454万円でした。また、300万円未満の割合は 38.2%、2000万円以上の割合は 33.0% という結果が示されています。ここでわかることは、まさに老後の格差。300万円未満の割合は 38.2%、2000万円以上の割合は 33.0% と、貯蓄格差が際立つ結果となっていますね。過去の調査結果と比較すると、貯蓄金額の平均は、2018年は2725万円、2019年は2956万円、2020年は3078万円、2021年は3026万円、2022年は3122万円、2023年は3454万円と、2018年の調査開始以来、最も高くなりました。これらの影響からか、65歳以降も働きたいと思う人の割合を、過去の調査結果と比較すると、2021年は 78.3%、2022年は 79.0%、2023年は 81.4% と2年連続で上昇傾向が続き、2023年は調査開始以来、最も高く8割を超えたようです。しかし、今は100万円を銀行に預けても1年で10円しか増えません。かといって、今更投資もちょっと、と不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。貯金か投資か。もし迷われているのなら、一番の投資は自身の健康かもしれませんね。いつまでも健康で、いつまでも働き続けられる体は、重要な資産の一つかもしれませんね。皆さんは、将来をどのようにお考えですか？